こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人に似合うユニクロの T シャツベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。僕自身ですね、 T シャツが大好きで様々なものをですね、春夏シーズンは買うんですね。あまりに T シャツが好きすぎて、自分のブランドでもですね、結構 T シャツをいろいろとリリースしてるぐらいですね、 T シャツ愛好家なわけなんですね。まあその中でもですね、僕らにとって一番身近なユニクロ、いろんな T シャツがありますよね。本当にお店に行くと迷ってしまって、結局どれを選んでいいかわからない、そういった方も少なくないかなと思います。ですので今回はそんなユニクロの T シャツの中で5つにですね、厳選をしまして、大人の男性に合うものをご提案させていただきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。どれもですね、私物として愛用しているものばかりですし、気軽な金額で買えるので、ちょっといつもと違ったものをですね、皆さん選んでみると着こなしの幅がぐっと広がるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、皆さんにご紹介していきたいなと思うんですね。ここからはノンストップで行きたいと思うんですね。もうその場で着替えをしながらですね、どんどん皆さんにユニクロのおすすめの T シャツをお伝えしていきたいなと思ってます。まずは僕のブランドの T シャツを着ている状態なんですが、こっからですね、まあ5位から1位にかけておすすめするっていうよりも、もう一番最初に1位から行った方がもう分かりやすいですし、皆さんの興味もね、一番高いところでお伝えしたかったので、まずは1位を着てみたいと思います。はい。じゃあ早速この場で着替えますね。はい。もう生着替えで皆さん失礼したいなと思うんですが、はい。一番下に着てるのはですね、皆さん、これはもうグンゼのシークですね。もうこれ鉄板で必ず着てるものです。もう T シャツ1枚で僕は着ないんですね。あくまでこのベースのですね、インナー、これを着た上でですね、T シャツを着ると、まあここ結構空きが大きいので、T シャツ上に着てもですね、サイドから見えないですし、あと汗染みだとかそういったものも気にならないと、あとはね、女性からめちゃくちゃ嫌われるですね、乳首の浮きっていうのもある程度カバーできるので、これは絶対あった方がいいですね。グンゼのシーク、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。じゃあ早速1位、行ってみましょうか。1位はこれです。じゃん。これはね、ユニクロ U ですね。ちょっと正確な名前知りたいので、携帯でちょっとですね、お伝えしますが、オーバーサイズクルーネック T シャツ、かっこ半袖のですね、色は67のブルーですね。これがね、めちゃくちゃ良かった。おそらく皆さんですね、ユニクロ U のエアリズム、どうせ来るでしょって思ってたと思うんですけども、今回1位はね、これにしてみたいなと思います。はい、ちょっと着てみますね。はい。これね、まあ、前からあるようなものなんですけども、なんと言ってもね、まあ、いくつかポイントがあるんですね。ちなみに僕は身長164センチの53キロということで、小柄な男性代表という形なんですが、サイズはですね、こちらは普段は S サイズが適正なんですね。もうジャストで着るのであれば S がいいんですけども、これはワンサイズ上げて M サイズを選んでいます。どうでしょうか？まあ、サイジングとしてはですね、程よい緩さというところが楽しめるかなと思いますね。まあ、ジャストサイズというか、S を選んでも、まあ、最初からちょっと大きめになっているので、それはそれで問題がないんですが、もうちょっとトレンド感出したいので、僕はワンサイズアップしてきています。まあ、年齢で言うと、30代の方であれば、ワンサイズアップでもいいと思います。40代、50代の男性だったら、そんなに大きすぎると、これまたバランスが良くないので、通常サイズを選んでいただいて、少しゆったりめぐらいを実現するのがいいかなと思いますね。で、この T シャツ、すごくいいなと思う点がですね、いくつかあるんですが、まずはですね、このゆったりめのシルエットというところ、間違いないところかなと思うんですが、それだけではなくて、普通のですね、ユニクロ U のエアリズムももちろんですね、ランクインしてるんですが、そことの大きな違いは、この胸のポケットなんですね。これがあるかどうかで、結構見た目って変わってくるかなと思ってるんですね。というのも T シャツってドシンプルじゃないですか。基本的には単色のものをお勧めすることが多いので、そうなると結構シンプルすぎてしまって、面白くないなって感じることも僕はあるんですね。まあ、そんな時に胸にポケットがあることで、デザインのちょっとしたアクセントになるんですね。まあ、そういった意味では僕はこのポケットってすごく重要だなと思ってまして、まあ、この位置もですね、ちょっとこう下側で、外側についてるんですね。このあたりのポケットの配置っていうのもユニクロ U らしいですね。本当にこう細かなところを調整しながらつけてる感じがするんですね。このあたりのなんか
ド定番じゃなくて少しずらしてある感じも僕は好きなんですね。本体と同じカラーになっているのでそこまで目立たないんですが、近くに来るとここにポケットがあるのがわかるというところ、そこがバランスがいいなという感じがしますね。あとはですね、色味ですね。表記はブルーとなってるんですが、これね、結構複雑な色味になってるんですね。なかなか伝わりづらいかなと思うんですが、表現するならブルーというよりは深めのグリーンっぽいんですね。その中に色がですね、これはなんだろうな、ちょっと茶っぽいような混ざり気があって平坦に見えないんですね。この複雑な色合いというのがユニクロらしさというよりは割とこう高いような雰囲気が漂ってるんですね。いわゆる高見えってやつですね。なんか単色のペタッとした感じよりも動きがあって、そこがねすごいいいなと思った点なんですね。あとは横から見ると前身頃と後ろ身頃で、長さを変えてるんですね。ここを見ていただくとこのね前と後ろの長さの違いが分かっていただけるかなと思うんですが、こういった細部のデザインにおいてもすごくバランスがいいので、これがね僕の中では今季ユニクロで一番おすすめしたい T シャツかなと思いますね。1枚で着ても様になるし、ピタッとした T シャツだと体型をラインを拾ってしまって、ちょっとこうお腹が目立つなっていう方でも少しゆったりめのサイジングになってるので、ちゃんとですね体型カバーもしてくれるという点も含めてこれがもう一番だなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて第2位って言いましょうか。まあこれはですね、もう皆さんも予想通りかなと思うんですが、ユニクロ U のエアリズム T シャツですね。もうこれなんか殿堂入りしてる感じもしますけどね。これもね、めちゃくちゃいいですね。もう皆さんもう1枚は持ってるかなと思いますし、夏時期になると結構道ですれ違う方も着てる方多いですね。昨日も2人ぐらい見かけましたけども、これはもう名作中の名作です。まあその中でも、まあいろんなカラーがあって、個人的に去年はですね、ダークグレーみたいなものをよく着てまして、それまたね、色味がすごく都会的で素敵なんですね。ただなんか着すぎてしまって、今年は違うものを着たいなということで、まあオリーブもすごくいい色です。グリーン系の中でも深みがあって、これまたですね、シャープですごくいい色なんですね。そして今季の新色としてのこのパープルですね。これが個人的に第2位に挙げたいものなんですね。せっかくなのでちょっとこちらも着てみたいと思いますね。はい、これもね T シャツ良かったんですが、ポケットがあるかないかでどんな違いがあるのかもぜひ皆さん見ていただきたいなと思うんですね。はい、 T シャツはどんどん横に重ねていくという形でね。はい、じゃあちょっとこのパープル着てみますね。色味がねすごくいいんですよ。やっぱりこのあたりのユニクロ U っていうのは分かりやすいカラーというよりは少しなんだろうな、曖昧なカラーで他にはないような色味を出してるんですね。そこがねやっぱり素敵だなと思いますね。はい、こちらもですね同じくサイズは M を選んでいます。先ほどの T シャツよりもさらに少しゆったりめなんですね。特に袖が長いんですね。なのでよりトレンド感が強いのがユニクロ U のエアリズムかなと思っていまして、その点は やはりこう30代の方とかの方が割とこういったものは似合いやすい。大人世代だったら、もうちょっと大人の方だったら先ほどの T シャツの方がサイズ感がややコンパクトなので使いやすいかなと思います。まあこれもねサイズワンサイズ下げて S とかだとより大人っぽく着れるので、まあサイズ選びで定番的に振るのかトレンド的に振るのか、このあたりの表現ができるので、まあ皆さんも参考にしていただきたいなと思ってますね。でこのパープルという色味がですねやっぱり綺麗なんですね。まあシーズンカラーということで、まあせっかく定番的なこういう T シャツを着るのであれば、いつもと違った色をトライしてみるのもいいと思うんですね。値段もね1500円ということで気軽にトライできるので、だからこそ白とかもいいんですよ。もちろんいいんだけど、白 T って超シンプルなんですよ。なのでまあ何度もお伝えしている通り、吉田栄作スタイルですね、白 T のブルーデニムみたいな超ベーシックなものって、それなりの顔立ちの良さだとかスタイルの良さがないとなかなか様にならないんですね。そういった点でちょっとカラーをずらしてあげるというのが僕はおすすめかなと思ってまして、このパープル今季らしくてなかなかいいかなと思いますし、もうちょっとベーシックに振りたいのであればこのオリーブですね。オリーブというよりはなんかダークグリーンに近いような色味がですね、すごくこれまた大人っぽくて使いやすいので、ぜひこちらもですねチェックをしていただければなと思います。はい、第2位がこのあたりですね。うん、なかなか良かったですね。続いて第3位を行きたいと思うので、ちょっとですね、着替えますね。はい、
3位をご紹介してから脱ぎゃよかったなと思いましたね。このタイムがね、ちょっと恥ずかしいですが。はい。じゃあ第3位いきますね。ちょっとこれはですね、名前不安なのでちょっと見ますね。ボーダーの T シャツが出てきましたね。はい。これはオーバーサイズボーダー T シャツ。ボブ袖ですね。これがね、なかなかですね、ずっとチェックしてたんですけど、発売にならないというか、店頭で見当たらなかったんですね。オンラインでは見つかったので、これはオンラインで購入したものなんですが、なかなか良いなと思います。ちょっとこれも着てみますね。ちょっと今回ご紹介する中では、異色かなと思いますね。プリント T シャツが2枚続いての、こちらのボーダー T シャツなので、ちょっとね、新鮮さがあるかなと思いますが、これね、なかなかこう、ベーシックな、ね、ボーダーの T シャツではあるんですが、まあ、いわゆるこう、ボートネックと呼ばれるような、この、首元がね、横に開いてるようなボーダーではなくて、襟元は普通です。もう普通のクルーネックになっていて、で、ボーダーの T シャツなんですけども、ベーシックな、ボーダー T シャツと比べると、まあ、サイズはオーバーに振ってあるんですね。まあ、今年はですね、結構このようなボーダー T シャツ増えていまして、なんか定番的なものではあるんだけども、それが、ちょっと、なんだろうな、トレンド的な扱いになってきてまして、まあ、ボーダー T シャツの中でも、ちょっとね、サイジングをですね、緩くするというのが最近のトレンド的なアプローチなんですね。これもですね、袖、ちょっと長めですよね。ベーシックな T シャツだったら、もっとね、袖も短いですし、身幅もですね、まあ、コンパクトかなと思うんですね。これはですね、ちなみにサイズは、ワンサイズアップの M にしてますね。僕はこう T シャツを選ぶときには、ちょっと今っぽく着たいなとか、1枚で着るんだったら、ややゆとりを持たせたいなっていうのがあるんですね。これね、ちょっと話は脱線しますが、1枚で着るのか、もしくは重ね着で着るのかで、サイズ選びってちょっと微妙に変わるなっていうのが、個人的な見解としてはありまして、これをですね、内側に着るのであれば、あんまりこう上に羽織った時に、もたつかないことも重要なんですね。重ね着がしづらくなるんですよ。サイズを大きくしすぎると。なので、1枚で着ることを想定するのであれば、逆にこうタイトだと、なんか今っぽさが出ないので、少しゆったりめでもいいかなと思うので、その、どう使うかによってサイズを分けるというところは、検討していただければなと思ってます。ただこちらは先ほどのユニクロのエアリズムに比べるとそこまでワイドすぎないので、1枚で着てもインにしてもいいかなとは思うんですね。で、ボーダーの線がね、結構細かいんですね。これがいいんですよ。これね、もっと太いやつもあるんですけど、あれは激ムズです。やっぱりね、なんかこう、インパクトが強すぎて、大人の男性には似合いづらい。ちょっと子供っぽく見えてしまうので、ボーダーというね、アイテム自体が、もともとカジュアルで、しかも子供っぽく見えがちなので、線はなるべく細かくしてあげた方がいいと思いますね。なんかこういった T シャツを見ると、僕は英国のサンスペルみたいなね、イメージをこう連想するんですが、すごく品があって、いいなと思うような、ボーダー T シャツですね。これ単体でもいいんですが、なかなか子供っぽく見えてしまうってところもなくはないので、僕はやっぱり重ね着のパーツとして使いたいなと思うんですね。例えば、この上にですね、こういったライトなシャツアウターみたいなものを羽織ると、これはね、バランスがいいんですよ。ちょっとね、羽織りますが、まあどう見えるのかっていうと、こういったアウターを羽織ることで、このボーダーの見える面積がぐっと減りますよね。はい。こんな感じで。このあたりがですね、全部隠れて、真ん中の部分だけにボーダーが見える。そうなると、着こなしの良いですね、アクセントになるんですね。これがね、本当に大事なポイントで、ボーダーって重ね着することで、その良さが最大に僕はですね、得られるんじゃないかなと思ってまして、こういう着こなしがいいですね。うん、いいな。こういった形でインナー使いしてあげると、すごくね、ベーシックなこういったシャツアウター系のものの中に入れるだけで、程よいですね、アクセントが作ることができるので、この着こなし、ぜひ皆さんにもやっていただきたいなと思いますね。うん。この T シャツは名作だと思いますよ。ほんとね、地味です。派手さは全くないんですけども、だけど使い勝手がいい。これがですね、実は本当にメンズのアイテムの中では大事なキーワードだと思うんですね。地味に強いってやつです。そういった中では、まあ第3位には挙げていますが、なんか今すぐ変えて、なおかつ雰囲気がガラリと変わるアイテムとしては、すごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。ボーダーの T シャツをお伝えしながらチェックって最後言っちゃったのがちょっと心残りではありますが、はい。続いてですね、1、2、3個やったので4位に行きたいと思いますね。これまたちょっとですね、無地ではないんですが、こちらの T シャツですね、4位。はい。じゃん。これは UT ですね。UT ってなんか
僕の中ではなかなか難しいなというイメージが強くて、キャラクターのものだとか、なんかお土産的な T シャツだとか、そういったものが多いので、ちょっとね、大人の男性には NG だよねっていうようなイメージが強いんですね。だけど UT もやっぱり進化していて、その中でも結構これ使えるなっていう T シャツが年々増えてます。これは本当に増えてる感じがします。先日、ユニクロライブステーションに出演しましたが、ファイナルファンタジーのシリーズありましたよね。あれも UT なんですが、その中にもやっぱりですね、なんだろうな、ファイナルファンタジー好きな方だったら喜ぶ系のやつもあれば、なんかこれはファイナルファンタジー知らなくてもなんかこうおしゃれの一部として使えるなっていうものもあったりするので、選べば結構ね大人の男性でも使えるものが増えてるなという印象です。その中で僕が今回セレクトしたのはこれ UT と、MOMA ですね。これはコラボレーションした T シャツなんですね。MOMA についてね、詳しく話せるね、僕の知識があればいいんですけど、そんなによく知らないっていうところでご勘弁いただければなと思ってまして、表参道に、なんだろうな、ファッションビルがあって、なんか、マルジェラが入ってたりだとか、シボネっていうインテリアショップが入ってたりだとか、そのビルの確か4階ぐらいにMOMAが入ってるんですね。時々僕もお店行くんですが、非常にね、デザイン性のいいようなアイテムをセレクトしてあるような、ね、お店なんですけども、そんなMOMAがですね、ユニクロとコラボレーションした、まあ、アート系の T シャツですね。まあ、モネのですね、作品をこちら大胆にプリントしてあるんですが、なんかね、プリントの仕方もすごく素敵だなと思ってまして、大きさ的には横にかなり広くなっていまして、白ベースに対して余白は結構たくさんあるんですが、このね、綺麗な色合いがしっかりとプリントされているというところで、プリントの方式も結構大事で、僕プリント T シャツ作ってるのでわかるんですが、なんかね、こう発色があんまり綺麗に出なかったりすることも少なくないんですが、さすがやっぱ大手だけあって、プリントも綺麗ですね。ちゃんとこう手触りがですね、立体的になっていて、しっかりとプリントされているような T シャツになってますね。色鮮やかで綺麗です。白ベースに清涼感あるようなグリーン系の色が映えるようなこんな T シャツになってまして、これもねちょっと実際に着てみたいと思うので、またシーク1枚やりますね。はい、なかなかねこの UT いいんですよね。なんか白ベースの T シャツ僕大好きでいろいろ集めてますが、その中でもねこれは完成度高いなと思ってますね。時々ね、これ着てる方いらっしゃいますね。なんかおしゃれな方がね、センス良さそうな方が、なんか選んできてるなっていう印象はあります。はい。こんな感じですね。ちなみにこれはサイズですね。ワンサイズアップの M ですね。なんか先ほどの、オーバーサイズ系が多かったと思うんですよ。ボーダーにしても、あとは、なんだ、ユニクロ U のエアリズムだとか、一番最初の T シャツだとか、そのあたりもオーバーサイズだったんですが、これね結構ジャストサイズ系のアイテムなので、ワンサイズ上げたところで、袖の長さなんかは顕著で、長くないですよね。そんなに長くないです。そして身幅もそこまで、ゆったりめではないというところで、まあ場合によっては、まあ2サイズくらい上げても、先ほどぐらいのサイズ感にはならないかなと思うので、まあサイズ選び結構重要かなと思います。ジャストサイズよりはワンサイズ上げるのがベースでいいと思いますね。はい、こんな感じで。色綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗。これ言われなかったら UT ってわかんないと思いますよ。それぐらいなんか上品な感じで、なんかセレクトショップなんかでも置いてありそうな雰囲気なので、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。うん、なんか1枚で着るんだったら正直、これでもサイズちょっとちっちゃいなと思いますね。なのでもうワンサイズ、ツーサイズ上げるぐらいでいいかなと思うんですが、僕はこの T シャツをやっぱりなんか重ね着のパーツとして使いたいなと思ってまして、例えばこの上にですね、ジャケット羽織るみたいなこと、僕は結構好きでよくやるんですけども、まあよくね、この動画の中でも着ている、ちょっとこう、シャツっぽい、まあ透け感もあるぐらいなんですけども、シャツっぽいジャケット、僕はこれがね大好きで、スティーブ・アーランのものなんですけど、よく着てるんですが、ね、これ一番見慣れたジャケットだと思うんですね。この内側に着るみたいなね。はい。まあめちゃくちゃ収まりいいですね。これで、ジャケットの下の T シャツって、もう白 T みたいなところがもう常識的で、皆さん着てるんですね。そのスタイルってもうなんか、激流行りして、結構いろんな方が着てます。ネイビーのセットアップに白 T みたいな感じだと、短いでも使えるし、綺麗めの、なんだろうな、私服としても使えるので、それはそれで OK なんですけど、なんかもう、既視感があって、なんかちょっと違った方向に振りたいなって方もいると思うんですね。まあ、そんな時に、ちょっとしたこう、プリント T シャツが入るだけで、だいぶね、雰囲気が変わるんですね。
僕もこういったものが大好きだし、白系のプリントっていうのが重ね着に生きるっていうのがわかるので、結構そういったプリント T シャツをいっぱい作ってるんですね。まあこれなんかもそうです。僕のね、ブランドで作ってるものなんですが、基本は僕は白系の T シャツの上に乗っけるってやつしかやらないんですよ。それぐらいやっぱり使い勝手がいいっていう意味なんですね。なのでこちらもですね、上にこういった、ね、ジャケットを着たりだとか、先ほどのシャツアウターにもめちゃくちゃ相性がいいので、重ね着のパーツとして使ってみるのもありかなと思うので、ぜひトライしていただければなと思います。はい、ということでこれが4位でしたね。はい、そしてラスト1個ね、どうしようかなと思ったんですが、これはね、もう本当にこう面白みがなくて、大変申し訳ないんですが、もう超ド定番の真っ白い T シャツですね。ちょっと商品名を念のため確認しますが、一番前からあるやつで、もうスーピバコットンクルーネック T シャツ、半袖ということでね、もう肌触りがめちゃくちゃいいスーピバコットンの無地の T シャツです。これ何に着るのかというと、もう着ないです。着なくてもわかりますからね。もう本当にベーシックな T シャツなんですが、これは僕はもう部屋着の一番ね、インナーとして使ってるんですね。お風呂に入って出たら、まず最初にこれを着るという形で、まあ肌触りが良くてベーシックで、もう間違いのない T シャツなので、何枚かストックしておくと便利かなと思いますね。なんか白 T っていうと、なんかもう使い勝手もいいし、何にも気にしなくていいので、これはもう定期的に買い替えをしてるぐらいですね、個人的にはですね、鉄板のアイテムかなと思います。なんてことはないんですけども、白でもいいですし、まあ白以外にも結構カラーバリエーション豊富で、個人的にはね、結構この07のグレーですか?これがね、色合いがすごくかっこよくて、なんかシャープに着るのはいいかなと思います。ただやっぱり1枚で着るにはタイプな感じなので、もう本当に部屋着とかワンマイルウェア的な感覚で、スーピマコットン T シャツは持っておくといいかなと思うので、ぜひ5位ではありますが、チェックをしていただければというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性に似合うユニクロの T シャツベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあどれ見てもですね、すごく愛用しているものばかりなので、皆さんにとってもですね、リアルに使いやすいのかなというふうに思っています。ただですね、僕の方でもまだ気づいていないような名品がたくさんあると思うんですね。ですので皆さんの力が必要なんですね。ぜひコメント欄でこの T シャツもおすすめですよというのがありましたら、どんどん書き込んでいただければなと思っています。まあこれから夏本番といいますか、まあちょっと5月に一気に気温が上がるので、まあその時にはこのような T シャツめちゃくちゃあると便利なんですね。特に春夏ってもう上半身は T シャツ1枚ということも少なくないかなと思うので、まあいくつかバリエーションがあるとすごく便利かなと思うんですね。ぜひ皆さんにとってちょっと意外性のある T シャツも取り入れながら、初夏から真夏にかけての着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルではメンズファッションの基本的な内容をお伝えしてるんですが、初級者から中級者へとステップアップしたい方にはですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを用意しています。こちらはユニクロ以外のセレクトショップのアイテムですとか、ドメスティックブランドのアイテムなんかもどんどんお伝えしてまして、2週間に1度のペースでですね、生配信もやっていまして、皆さんとワイワイと楽しみながら動画も配信をしています。そして最近ですね、新しくオンラインサロンもスタートをしました。こちらはですね、主に動画ではなくて、文章と写真でサクサクとですね、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説なんかを行っています。だいたい1日ですね、5件から7件ぐらい僕は新規で投稿してまして、サクサクと時間の隙間でですね、メンズファッションについての知識だとか、おすすめアイテムについて知れますので、こちらも気になる方はですね、両方とも概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。